はい、どうもディアです。今回はね、まあちょっと短編ということで FF オリジンの実況やっていきたいと思います。青の記憶、怨念に殺されたもの、青なのかな、愛の記憶、怨念に殺されたもの、どっちだろう。これはいつしかの誰かの思い、心優しきあるストレンジャーがいた。その女性は人々を守るために闇の中を進み続けていた。ある日、彼女は自然が歪み闇が生じていることを知り、調査に赴く。そこにいたのは、見かけからは想像できないほどの闇を抱えた小さな魔物の姿だった。魔物がこちらを向いた瞬間に気がついた。この魔物も超えてきていることに。その魔物が持つ全ての怨念は一瞬にして周囲を包み、一撃のもとに彼女は刺殺される。死の間際に見た魔物のおぞましい怨念への憎悪、心優しき女の無念は世界を超え残り続け、その思いを成就させようとしている。まあ、ステージはご存知、ファイナルファンタジー13より、高愛の水濠ですね。愚者の式11、高愛の水濠について、比較的後に見つかった第13の時空。そこには神というシステムによって構築された世界があるそうだ。世界に歪みを与えるために必要な素材が、その世界にあるかどうかを観測した結果、この土地が該当したということらしい。天候を人為的に操作し、自然現象に本来はなかったはずの歪みを与え、闇を喪失する。なるほど。確かに目論見通りの結果が、この土地から生まれているようだ。行くぞ。よし、出発しよう。マスタートンベリをすべて倒す。さて、行きましょう。天候だ。何から喋りますか。やるぞ、ついてこい。敵がいるってよ。少しは月日が流れてうまくなったっていうところを見せたいな。今回の目標はそれだね。先に進みましょう。ボルテックス、そしてソウルバースト。クロッシングエッジからのソウルバースト。つまらん相手だったな。ジャック、調べてみて。おう、調べてみるよ。ベンデッタマスク、マスクといえば今のご時世には欠かせない。でもトンベリか、難しそうだね。トンベリはだっていわゆるこのオリジンの中でもかなりの強敵のやつじゃないかな、部類に入るんじゃないかなって個人的には思ってます。あれ、天候の操作キューブってど、ああそういう、撃てろ。じゃあね、終わりだな。焦らないで対応しましょう。今後は結構動画の更新頻度を上げたいと思っております。早速現れたな、マスター包丁。なんてやばい威力なんだこいつ。ちょっとやべ、そんなジャックが、ジャック、これは無理だろ。うぃ、あいつタチ悪いな。敵がいる。マスター包丁ってなんだよ。そんなさ、トンベリって包丁あんなごったいそうに抱えてるけど、あれだよ、料理人とかじゃないのにマスター包丁ってなんだよ。包丁の扱いに長けすぎだろ。どういうことなんだ。敵はいないわね。よくやったな、次も頼むぞ。倒すでしょ。叩き潰す。それはもちろん倒すでしょ、当たり前よ。愚問だね。超音波をここでゲットできたのでかい。超音波はブレイクゲージを多く削れるからソウルバーストに持っていきやすくなる。つまり何が言いたいかというと、マスタートンベリを先に進みましょう。成功法で倒すより楽に倒せそうということかな。
でも相手がトンベリなら動画時間割と長くなりそうだな。いやーね、ちょっと今回からせこい手段を取ろうかと思いまして、ちょっと動画の本数増やしたいので、毎日投稿したいから。なかなか手強いな。あんまり聞いてないな。諦めないから。ソフィア頼むぞ。強い男に頼られるのはいい。きついな。動画の本数を増やしたいので。だから、なんていうか、一つ一つの動画の本数は短くなるかもしれないです。動画の本数じゃない、動画の時間が短くなるかもしれないです。よし、まずは一体撃破。これはまだやれるけどな。こういうのは一体ずつ倒していくのが、まあ、常なのでいいでしょう。そしてこういつでも行き来できるようにね。帰り道に使おう。探索には重要な道だ。かなり重要な道だよ。こういうショートカットがなければ冒険って詰まるからね。キューブがある。調べなくていい。それはもちろん調べる。宝箱か。珍しい。宝箱か。拾いましょう。ソフィア頼むぞ。ソフィア頼むぞ。私が払う。なんだと。ダメよジャック。くそ、こいつ強すぎる。これで行く。出てきたか。やってやろう。断ち切る。やばい、死ぬな。ダメよジャック。死ぬと分かっていても、死ぬなって言いたくなってしまうな。操作してるのは自分なんだけどね。相手する。大丈夫。当然。技が使えなくなった。これ技が使えなくなったってあれか、そのインスタントアビリティも含むなんだ。マジか。あ、でもこれラッキー。邪魔だ。この恨み晴らさでおくべきか。トンベリだけにね。ジャック、今がチャンス。砕け散れ。砕け散れじゃありませんでした。消えうせろでした。まさかのでした。勝ったな。勝ったな。次に進もう。次に進みましょう。小難しいことは考えなくていい。そう、今回からね、僕はちょっとね、ちょっとそのなんて言うんでしょう、開き直ることにしました。その納金プレイヤーなんだから、難しいことは鼻からできるわけがないでしょうっていうね、そういう考えでいれば。ね、いざという時にプレイがうまく運ぶかもしれない。こういうのって案外気の持ちようだったりしますから。ん？あれ？これどうやって行くんだ？ちょっとわからなくなってきた。あれ、なくないだって天候操作するスイッチみたいな。ある？見逃してるだけかな？
え、ないよね。迷子です。なるほど、こっちからだったのか。すいません、咳非常に申し訳ない。あれ？でもちょっと待って、これじゃ結局戻ってきたことにならないか。いや、所持数が上限に達してるとかそんなことはどうでもいい。終わったかな？先に進みましょう。こうやってで戻るのか。出てきたか。なるほど、やってやろう。気を見せた、行け。ちなみにこれ今使ってるジョブアサシンなんですけど、最上位ジョブなんですよ。一応これこのアサシネーションがね、あんまりなんか個人的には強いと思えないっていうか、クリティカルが発生する機会がまあそんなにないんですよね、そもそも。皆さんアサシンどう使ってますか？それちょっとふと疑問に思ったんで聞きたかったんですけど。はい。敵がいる、さっさと片付けましょう。そうだな、こんな奴ら片付けちまおう。自然を大事にしろよ。何しれっとお前草に引火させてんだ。怪我は手当てしておけ。そんなギリギリでもなかったよ。やるか。うわ、出た。いや、そんな強い男だなんて照れますな。そん僕自身はそんなことないから。痛えんだよ、いちいちの攻撃が。裏飯屋なのはこっちだよ。はい、終わり。これでどうだ、ミッションクリアードだろ。はい、正直きつかったです。できることならもう二度とやりたくないこのクエスト。クリアーリバード、シルバープレート、シルバーメダル、鍛冶師の心得、アニマの破片ということで、青の記憶なのか、蘭の記憶なのか、愛の記憶なのか、怨念に殺されたものでした。ほう。では、今回はここまで。お付き合いいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。それでは。